イオンモール調子は、千葉県調子市に所在するショッピングセンター。調子駅を中心とした、市街地より離れた郊外の国道126号沿いに立地する。南側は、軽症病部が裏に面し水橋筑波国定公園に、周辺は、県立九十九里自然公園に指定されている。規模としては、 逃走地域最大級であり、茨城県自家業地域からの集客も視野に入れている。2008年12月の大規模小売店ポリッチ法の提出データによると、開店日は2009年9月30日と発表されていたが、テナントの関係の諸問題により、2010年春に開店が延期され、2010年3月16日にグランドオープンした。 2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い同年11月21日にイオン調子ショッピングセンターから名称が変更された2013年11月からイオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに伴い同社の管理運営に移行したまた 各店舗のジャスコは2011年3月1日にイオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンに解消することになった。各店舗はイオン調子店である。出店しているテナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、フロアガイドを営業時間及び ATM を設置している金融機関の詳細は公式サイト、 営業時間のお知らせを参照。ありがとうございます。